はい、先日のポテトサラダで残ったオイルサーディンで作るおつまみ作っていきたいと思います。缶に入っていたオイルは捨てて、新たにオリーブオイルを注いで、ニンニクのスライス1個分をオイルに置いていきます。火にかけてグツグツといい香りがしてきたら、醤油、好みで塩でもどっちでも美味しいです。今日は醤油入れて、ちょっと軽くオイルサーディン崩してバケットに置いて完成です。超簡単なおつまみ、ぜひ作ってみてください。料理毎日アップしております。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今日は生のグリーンペッパーあったので、ちょっとアクセントに入れてみました。